この世の万物には陰と陽がある。陰陽は相克し、また相生する。未来とは不確定要素から成り立つ両面の鏡。正しい側に立つ者だけが真実をつかめる。これは平安京の未来がかかった戦い。この戦いに私はこの命を懸けるとしよう。お前らの平安京など鏡のごとく一撃で粉砕してくれるわ。そう言い切るのはまだ早すぎるのではないか。現実を見るがいい。お前のその覚悟がどれほど無意味なものなのか証明してやる。残ったのが私だけでも断じて諦めたりはしない。私がいる限りこの平安京が陥落することはない。時間を稼ぐために俺をここに誘い込んだのか。もう気がついたか。ここで終わらせようと思っていたが、やはりなこの平安京は幻に過ぎない。反撃の時だ。平安京は決して陥落しない。潰せ。都を守るのも我が範囲。清めたまえ、救急如立よ。もうお前の負けだ。まだまだだ。
害につながる戦なんだ。ここまで来たらあいつらももう命など気にしねえはずだ。やはりそうだったのか。海の国の目的は平安京の力を引き出し土地を浄化することだったか。そう、鈴鹿山は俺たちが暮らせる場所じゃなくなった。たとえ死ぬことになっても俺は決して引かねえ。もう帰る場所がないんだからな。荒川の法人をよみがえらせる。若なりませぬ。撤退しましょう。今ならまだ間に合うはずでございます。ここで引いては今までの努力が台無しだぞ。このような機会は二度と来るまい。若、今の鈴鹿山はもう助かりませぬ。何を言う。わしは若を騙しました。わしは鈴鹿山を捨てて平安京を新しい領地にしたかったのです。今の鈴鹿山はもう外からの力を一切受け取れなくなっております。若は八坂にの勾玉で平安京の力を引き出し我々を導いて新たな土地でふるさとを再建すると望んでおりましたが。みなり、貴様、正当な理由がなければ断じてその力を奪ったりはせぬ若であることをわしも重々承知しております。なので鈴鹿山を救う唯一の方法はこれしかないと若を騙したのです。ただし若がお亡くなりになれば全て無に帰することとなります。海なりよ、貴様というやつは。全て終わった。海の国の罪は償ってもらうぞ。鈴鹿山の若頭として皆が犯した罪全て俺が罪。何？若！若！間違った戦を始めたこの手で全てを終わらせる。俺からの最後のお前らはしっかりと生きてゆけ。海で誕生した一族は結局海の中に戻る。
若、ご冥福をお祈りいたします。